ねえミカド、なんで姉さまと一緒に行かなかったの？心がけね。ま、これからも私の弟分としてこき使ってあげるから感謝しなさいね。教えてくれたらしいんだけど、姉さまこの曲が大好きでよく鼻歌歌うから私にも映っちゃった。うん、教えてくれなかったんだよね。なぜか姉さまに何の曲って聞いても黙っちゃうし、きっと母様と姉様の秘密の思い出なんだろうね。どうせ私はのけものなんだ。冗談だよ、気にしないで。姉様は正当な巫女なんだもの、特別なんだよ。頑張ろう。これ私が作ったんだからね、よーく味わって食べなさい。まだまだだけど、それ以外は姉さまお手伝いしたいし。
たも従者になったんだから、姉様の足手まといにならないようにしなさいよ。わからないことがあったら、このリムルルお姉様に聞きなさいね。いいこと？よろしい。これからはこのあたしを見習うようにね。終了。味方、ご褒美に遊びに行ってきていいよ。私感動しちゃった。いっぱい練習したんだね。味方素質あるよ。私もうかうかしてられないな。もっと練習しなくちゃ。二人で合わせて演奏したいね。さ、曲の再現をしようか。新しく覚えた分を弾ける？きっとこの前の旋律の続きだね。じっくり思い出すのよ。全体が見えてきたね。綺麗な曲。曲名を知りたいな。
マナリ、また楽器を弾いているの？たまには歌の練習もしなさい。はい、ごめんなさい。村の歌い手の娘が音痴だなんて、母さん恥ずかしくて。ごめんなさい。謝る暇があったら練習しなさい。怒られちゃった。私のお母さん。うん、歌の師匠でもあるからね。うちは代々歌い手の家系だから、お祭りの前夜祭なんかで歌を歌うのよ。心の傷をえぐる質問ね。残念ながらその通り、私歌が下手なの。世の中はそう簡単にはいかないのよ、と遠い目をしてみる私。歌は下手だけど、とっても好きなのよ。ただ言葉で伝えるよりも、曲に乗せて歌った方が心に響くから、思いが伝わるのよ。でも、歌が上手くなくちゃ心は伝わらないわよね。でもね、いっぱいいっぱい練習して絶対に上手くなろうって思うの。今は下手くそって言われてるけど、いつか必ずね。私、音楽以外に取り柄ないから、ナコルルみたいに何でもできたらいいのにね。やだ、恥ずかしいもん。今の呼び止め方は突如敵が現れたかのようじゃの。この道を通りたくばわしを倒していけというやつじゃな。よし、私らはウババとミカトの家とを眺めているとしよう。骨は拾ってやるぞ。存分に戦え。いざ尋常に勝負。誰が戦うかバカ者、そういうやつにはくらえ、ババア剣、そしてババア脚。うわー、勝負あり、勝者ウババ。
近の子供はツッコミのツーの字も知らんのじゃな、まったく。おお、そうじゃ、先ほどお前が何やら楽器を吹いているのを見かけてな。この私の声のように可愛らしい音じゃったわ。ダミ声が何を言うとる。あの音は私の声に似てなかったか。二人とも全く似とらんわ。そういうこと言ってるやつにはくらえ、ババアズツキ、そしてババア投げ。というのはな、一曲吹いて聞かせてくれと言おうと思っただけなのじゃ。かまわぬよ。下手は下手なりに味がある。私らは音楽をかじっておったからな、その辺のことは分かっておるのじゃ。そうとも、私たちの若い頃は美人歌の歌手とその他一名として大活躍だったのじゃよ。誰がその他一名じゃ。私も若い頃は美人だった。いや違う、今も美女じゃが昔もイケてたわ。ウーババは今の方がマシじゃぞ。こりゃどういう意味じゃ、こら。まあ少なくとも私ら姉妹の方が美人であることに変わりないがの。だからおゆだたも私たちを選んだのじゃ。いや、正確には私を。おゆだたが選んだのは私一人じゃ。勘違いするな。何を言っておるか。おゆだたの心を射止めたのはこの私じゃろうが。この美声を使って落としたんじゃぞ。ん？長老のことじゃ。やつをめぐって美人歌手とその他二人で四角関係になったのじゃ。いわゆる青い春というやつだよ。そうとも、少し聞かせてやろう。うばばみばばババー、ババー。じゃあの、おお、聞いたことはあるの。なんじゃったかな。忘れたの。すっかり忘れた。コロリと忘れたわ。しかしお前下手じゃな。耳がもげるかと思ったわ。限度ってもんがあるじゃろ。マナー
りと同じセリフじゃな。そうじゃの。マナリは料理を教わりに来るのはいいんじゃが、結局へったくそなままじゃからな。これからうまくなると言い続けて早10年。何か分かったら教えてやろう。